ったくあいつ、初めてのデートだってのにまだ来ねえな。あいつ遅えな。はおっと、このエンジン音、まさか。おぉクリミ、ふんちゃんごめん遅くなっちゃった。お前どんだけ待たせる気だ。お前その格好で来たのか。だって今日ふんちゃんに会うから一人ファッションショーして夜寝れなくて。お前そんな楽しみにしてくれてたのか。すごい楽しみだった。とりあえずお前その格好寒いから今から着替えに行くぞ。わかったか。わかった。ってことで俺らのツーリングスタートだ。入ってきてか。入ってきたぜ。あー抜ける。あ抜ける抜ける抜ける。じゃあクリムさん、とりあえず着替えに行こうか。うん。そしたら4号線の方に行こう。わかった。行くよ。クリム、お前その格好寒いだろ。ちょっとだけ寒いかも。だろ。うん。お前あんまり心配かけんじゃねえよ。本当は寒い格好してきて、クリムちゃんのコートとか借りれたらなって思ったんだよね。かわいい。クリム、お前そんな短いスカート履くなって言っただろ。ごめんね、なんでダメなの。当たり前だろ、お前他の男に見られちまうだろ。ダメだ、クリミ。危ない、本当にお前早く着替えに行くぞ。寒い。ほんとクリミ、お前パンツ丸見えだぞ、お前お前もう少し隠せよ、お前嘘ダメだよ、お前俺はそういうの許さないぜ。本当に背中もお前めちゃめちゃ空いてるじゃないか。なんでだよお前。最近ちょっと広背筋が発達しちゃったの。たくお前筋トレは週一にしろって言ってるだろ。ごめんね。だってふんちゃんに何かあった時私が助けられるようにって頑張ってるんだもん。本当に頼もしいな、クリミは。好きだぜ。いきなりそんなこと言われたらハンドル操作がぐらついちゃうよ。クリミ、島村が近づいてきた。ああお前の服もう早く着替えなきゃダメだ。それは楽しみ、楽しみすぎてあった、島村だ。うわー、きっとここでいいのかな。バイクって書いてある、ここならオッケーだな。よっしゃった。よし、クリミ。うん。おい、え、行くぞ。どこかに、まずお昼だよ。島村だ。とりあえず一緒にくっつくのは夜だ。こっちにしようかな、こっちにしようかな。あとこれだったらこれ合わせたら可愛いかも。迷っちゃうな。ブンちゃん喜んでくれるかな。お待たせ。お前も遅いぞ、試着長すぎだ。ごめんごめん。もう選んだろ。選んだ。いいじゃん、あったで、あったでのお楽しみ。たくお前は本当に俺を楽しませてくれる。じゃあ着替えて行っちゃおっか。うん。 A few moments later. 着替え終わったんだ。うん、似合ってんじゃん。ありがとう、嬉しい。どういうテーマで選んだの、その今日はね。ノウサツ。どうもこんにちは、バイクブンブンです。俺の彼女の紹介するね。クリミ、挨拶は。みなさんこんにちは、ブンちゃんの正式な彼女になりました、クリミです。みんなよろしくね。クリミ可愛いからってみんな狙うなよ。どんなに私が狙われても私の心はブンちゃん一つだよ。お前太ももたまんねえな、おい。そして今日俺らがどこ行くかって言ってあげて、クリミ。私たちは今日浅草にデートに行くんだ。そう、蔵前のおしゃれなカフェ、どうしてもクリミが行きたいって言うからさ。本当私映えとかすごい気にするタイプの女の子だから。お前そうだよな。うん、
だからスターバックスとか、ドトールとか、うん、好き。かわいいお前。かわいい。あんまりかわいいかわいいって言うと、あ、かわいいの貴重性がなくなっちゃうから、たまに言ってほしいな、私。こいつ、ほんと乙女だよな。でも、私、いっぱい言われるのもすっごい好きだから。いっぱい言うの、お前、夜好きだよな。まだお昼だよ。そうだった、悪い悪い。あとでのお楽しみか。そうだよ、でもしょうがないよね。私がかわいいことしちゃったら、文ちゃんすぐかわいいって言っちゃうんだから。夜はお前、小悪魔系だもんな。企業秘密。クリミ、蔵前のカフェよく行くの？クリミは元彼と一回だけかな。お前元彼、お前それハーレー乗りだろ。ハーレー乗りの元彼だろ。聞かないでよ、そういう乙女の秘密。誰と行ったの？もうあんたあれじゃない、最近仲良くしてるハーレー乗りの人じゃない？なんで知ってるの？すごくワイルドで、あの腰の振り方も三拍子だったの。なんだか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 。あいつより俺の方が楽しませる自信ある。それは私も感じてる。くるくる、今夜も。今夜も。暑い夜。過ごそうね。クーラーつけたくなっちゃうぐらい。私は熱くさせて。当たり前だろ。お前、おいおい、ソフトクリームついてるぜ。は？乗れよ。乗ってくれって。A few moments later。 あ、早くなれた。エナジー。お前何やってんだ。おい、風紀返したぞ。おい、嬉しい。お前、あいつ男だっただろ。だから何？お前、男に会えはすんなっていつも言ってんだろ。ふんちゃん、もしかして嫉妬してるの？当たり前じゃん。お前の野営は俺しかもらわね。でも大丈夫だよ。野営ごときで私が他の男に取られると思ったら大間違いだから。クリミ、私はチンチンの大きさでしか男を測らないから。お前確かにいつも俺の裏借り見てすごいって言ってくれるよね。うん、すごいんだよね。ガンビの頂上かなって思う。ちょっと。A few moments later。 ブンちゃん見て見て。何？ここのひらひら可愛いでしょ。可愛い。ここ今日の一番のポイント。お前後で脱がされるんだぜ。ええー、脱いだらもっとすごいことになっちゃうけど、いいの？お前、ダイナマイトボディだもんな。うわ、たまんねえぜ。私、ここあと50年ぐらいは、うんちゃんのこと飽きさせない自信しかないよ。たまんねえ女だろ、おい。ほんとにたまんねえ。だから、みんなは、私のことを、こう呼ぶの。何？ムーサツ女って。これまでお前が付き合ってた男たち全員お前のこと脳殺女って思わせてんだな。そうだよ。例に漏れなく俺もだ。 A few moments later。 ねえ、ブンちゃん。あ、何？後ろから見ててさ、私の足太いなとか思う？そんなことない。嘘だって、私すごい太いから。全然太くないよ。本当に？うん、もう本当七尾みたい。マジで細いだよね。お前そんなまくし上げるな。外ではダメだ。でもやっぱ気になっちゃうな。全然だよ。本当に？うん、もっと自信持って。顔面さらし上げてすぎてない？顔面さらし上げすぎてるからなんでも。だよね。ちょっときついかもしれないな。顔面を隠してくれ、できるだけ。なんで？顔面が出すぎている。ヘルメットの奥にジャガイモ小僧が、ジャガイモ小僧がいる。モザイク大変？大変、大変すぎる。ねえ、あんま日差しに当たらないでくれ。ねえ、モザイク大変。いくらなんでも映りすぎているジャガイモ小僧が、ポテトヘッドがいる。A few moments later。 右にバイク女子いる。あー、バイク女子だったわ。殺すよ。なんで？外から女に目向けて。いや、そういうわけじゃないよ。
ったな、バイク女子だなって思っただけ。俺はお前しか見えてねえよ。一回死ぬ、ねえ、やばい、ねえ、やばい、このモード入ったらやばい、止まらない、殺すから、全然、夜、覚悟しててね。絞り取られる、絞り取られる、やばい、あいつのバキュームが。私を知って他の女のところはいけないだろうな。もちろん、クリミが一番だよ。でもね、私はね、ベンちゃんが一番。ラストスイート。